コルネリア殿、物見の兵からの報告です。ガルグマクを進発した帝国軍は王都から進路を変えてこちらに向かっている模様。何ですって？進軍速度も速く、数日のうちにこの地に攻め入ってくるでしょう。私も配下の一部を王都に送ったばかり。かなり厳しい戦いになるかと。バカな、そんな話は聞いて。いえ、わかりましたわ。そういうこと、私が狙いというわけね。狙いと？アリアンロッドを落として二方向から王都を攻めるのが目的では？表向きはそうでしょうね。けれど事情はそう簡単ではありませんの。それに安心してくださる？厳しい戦いにはなりませんわ。このアリアンロッドは私の用意した可愛い子たちが守りますから。コルネリアだ。アリアンロッドは400年ほど前に築かれた城塞都市です。もともとは対王国の前線拠点として、帝国の金と技術により建造が始まりました。けれどローベ家の当主は密かに王国への寝返りを画策していたの。城塞の完成間近になって対帝国への防衛拠点として作り変えられ、城塞の完成とともにローベ家は王国への心中を表明した。それ以降アリアンロッドが陥落したことはありません。敵の侵入を許さぬ白く美しい城壁と聖城は白銀の乙女の異名で呼ばれています。帝国にとっては苦い思い出の残る恨めしき乙女というわけですな。その思い出、私たち上書きします。過去は過去、今は今です。ぐー、先祖代々落とせなかった城塞、俺が落としてみせるぜ。先祖代々の使い方がおかしくないかね。まあ内容は同意だが、堅牢さを誇るアリアンロッドを瞬く間に陥落させ王国軍に衝撃を与えてやろう。無敵の城塞都市、いいなあ。引きこもりにぴったりですよ。残念だけどもうすぐ無敵じゃなくなる。白銀の乙女の鉄壁の肌が傷物になってしまうわけだ。はあ、悲しいな。白銀なのに鉄壁、銀なのに鉄。ああ、言葉難しいです。リン君、変な言い方はやめてちょうだい。守りの固い場所を攻めるんだから、仲間も傷つかないように注意しなきゃ。みんな頼もしいわね。それでは進軍を再開するわ。この戦い、フォドラの未来にとっても重要な意味を持ちますからな、先生。王都フェルディアへの侵攻を確実なものとするため、エーデルガルトは国境の要所に築かれた城塞都市アリアンロッド急襲を決断。一方アリアンロッドではブレーダッド家に仕える女魔導士コルネリアと大貴族フラルダリウス家の当主ロドリグラが守りを固めていた。
よくも私をたばかってアリアンロッドに攻め寄せてくれましたわね。けれど私も手をこまねいていたわけではありませんの。ぶっ殺してやる。さすがは白銀の乙女、目の前にするとその堅牢さがよくわかるわ。特に正面の防備に力を割いているようね。本体が正面を攻めて敵の目を集めている隙に別動隊で東門より侵入しましょう。タイタニス、私の可愛い人形たち、敵を見つけ次第殺しなさい。ついでに目障りな王国軍もいなくなってくれて構わないのですけれど。アレンナ、コルネリアの使う魔導の兵器ですか。実物がこれほどとは。切り込むぞ。血塗られた道、私が切り開きましょう。先制奇襲、有利を思います。戦場を広く見なくては。何度戦えばいいのかしら。何においても勝つのが大事よね。眠い。眠っちゃダメだ。引きこもれないよう変えなきゃ。戦場に立つ以上覚悟はできている。進みましょう。アドラステア皇帝、参る。たとえどんな道だったとしても、私は主君を信じて戦う。我が身は国を守護する王の盾、敵を打ち滅ぼす王の槍、フラルダリウスの名にかけて飛行らを撃たせてもらう。はっ。
私は…城内の至る所に罠が…厄介ね。でも、これだけ大掛かりな罠であれば、仕掛けを制御する設備があるはずよ。何が相手でもベルは勝つ。叩き伏せる。ありがとう。ハハハ、お主のような若造にわしを殺せるか。ローベ伯が騎士、灰色の獅子グエンダル、マイル取れ。愚かな。生きるか死ぬかですな。
何度戦えばいいのかしら。切り込むぞ。血塗られた道を私が切り開きましょう。これで邪魔はなく、全てわしに任せておけ。戦場を広く見なくては。花は残ってるかしら。先制奇襲有利思います。まだ罠は動いているようです。
対に終わりなんてあるのかしら。手伝いますかね。わしを舐めるな。アリアンロッドは必ず守り抜く。私は祖国に、陛下にそう誓った。無駄です。何が相手でもベルは勝つ。待って。自慢にもなりません、陛下。
ちらかが死ぬ定め。その勇を称えます。助かります。罠が解除されたようね。これで安全に進軍できるわ。目指すはコルネリアただ一人。残念。私たちいいお友達になれると思いましたのに、敵として私の前に現れたのですから、もう殺すしかありませんわよね。もはやこれまで。それがあんたの書いた筋書きってわけ。傑作だ。踊らされていたのがこちらとはな。の所業を知りながら組すると、先生には心の底から失望しました。
さあ構えよ皇帝の総区。貴様らのような下道にフォドラの覇者たる資格はない。せい私彼のようになれたかしら。私たちの勝利よ。よくぞアリアンロッドを陥落せしめたわ。アリアンロッドの掌握、そして王都フェルディアの進軍準備は他の軍が行う。私たちはガルグバクへ取って返し、同様に王都攻略の準備に入る。フォドラ全土の統一まであと少し。みんな一層の活躍を期待しているわ。急にガルグマクに来るなんてどういう風の吹き回しかしら、おじさま。何、旧同盟領でやるべきことがおおよそ終わったのでな。堅牢と名高いアリアンロッドを落とした名の顔を見に来たのだよ。実に見事な手際だったと聞いておる。味方さえも欺く好軍だったとか。褒めてくれて嬉しいわ。でも味方を欺いたというのは語弊がある。情報が漏れるのを嫌っただけよ。兵士の中に教団のネズミがいては困るから。そうか。だが残念なこともあるぞ。こちらに寝返る手はずだったコルネリア、あやつを撃ってしまったのである。まったく無駄手を踏んだものよ。それとも殺したかったのか。ノー、相手が殺しにかかってきたのよ。恐ろしい魔導兵器を使ってね。自分で動き戦う人形よ。知っていた。そうな。だがなればこそ味方につけるべきではなかったか。かような戦慮しかできぬようではいずれ帝国の未来にも暗雲が垂れ込めてこよう。心配ありがとう。どんな闇だろうと打ち払ってみせるわ。祈っておるぞ。テイトがアリアンロッドの二の舞にならぬことをな。アリアンロッドの二の舞、それはどういう。我はもう行かねばならぬ。さらばだ。エーデルガルト様、ここにいましたか。たった今信じがたい知らせが。天から光の柱が降り注ぎ、アリアンロッドが崩壊したと。崩壊？なぜそのようなこと。先ほどまでここにアランデル公が。さようですか。ヒューベルト、詳しい報告を。は、すみません。私としたことが動揺を隠せませんでした。天空より飛来した光の柱が爆発し、アリアンロッドの聖城と北の城壁が全壊。当初をはじめローベ家の主要人物は皆死亡したと思われます。我々と交代でアリアンロッドに入った帝国軍の将兵も3割ほど行方不明です。そんな。これが叔父たちの切り札というわけね。コルネリアを撃った石返しにアリアンロッドを破壊したと。時期尚早でしたかな、コルネリアを撃ったのは。いいえ、いずれ彼らと争うならば戦力を減らしておいて損はない。それに彼らの切り札の正体を明らかにできたことは大きいわ。ヒューベルト、あなたの調べていた煉獄の谷アリルの伝承、それはこのことだったのね。可能性は高いかと。
そらくは察しがいいですが、ガルグ幕より北に一年を通して大地が燃え上がるという谷があります。かつて天より光の杭が落ち、地は埋またれ、森は焼け、煉獄が現れた。女神の仕業かとも考えたのですが、これは彼らの闇にうごめく者の攻撃だった。そういうことなのでしょう。それが分かっただけでも、アリアンロッドで死んだ皆は決して無駄死にではないわ。ともあれ、情報は統制した方が良さそうですな。そうね、皆にはできる限り伏せた。先生も頼んだわよ。アリアンロッドの法については皆も聞いたと思う。セイロス教団は卑怯にも禁術を使って無差別に町の住人を殺したわ。ローベ家の者たちや帝国軍にも少なからず被害が出た。調査によると、アリアンロッドを破壊した禁術は連続で使えるようなものではない。しかし足踏みする猶予はありません。来節のうちにも我々は決着をつけねば。すでに帝国軍の一端は当主のロドリグを失ったフラルダリウス領に攻めかかり、間もなく王都フェルディアへの進路を遮る者は何もなくなるでしょう。追い詰められた彼らは何かをしでかす前にタルティーン平原を抜け、フェルディアを攻め滅ぼすわ。帝国によるホドラ全土の統一、いよいよそれが現実となる。いよいよか、武者部類が。と対決が避けられないのは分かっ、もっとみんなが苦しまない道を共に手いただかず、私たちの道。追い詰められた教団か。町を破壊する禁術みたいなもの、紋章とか英雄の遺産とかで。もっリンハルト、私たちの使命は一つ。私たちはだって負けたらひどい。なんか引っかかるけど、まあいいか。効果の章、大樹の説、復讐の野。アリアンロッドを攻略した帝国軍は王都へ向けて進攻を開始。同時に当主ロドリグを失ったフラルダリウス領にも軍を差し向け、二方面からの王都攻撃を企てる。そうか、アリアンロッドが落ちたか。ロドリグ、お前の死を無駄にはしない、決して。先ほど石膏が戻りました。帝国軍は王都へ向けて進軍中のようです。良いのですか、ディミトリ。国主たるあなた自ら迎撃に向かうなど。ご心配には及びません。たとえ私が倒れても、ブレーダットの血は続くのですから。それに元より王国は貧しい土地です。籠城戦に持ち込んだところで敗北は必至。我が軍は平原に布陣して敵を待つ。そちらは迂回し、帝国軍の脇腹をついてください。確かに現状を鑑みれば、平原での決戦は合理的な選択でしょう。もちろん私に依存はありません。ですが、俺が欲しいものは一つだけ。他の獲物に興味などありません。その言葉を信じます。あの子をなかったことにするのは私の役目。ああ、必ず、また必ず。
私が取り戻してみせます、お母様。どうでしょう、エーデルガルト様。彼らはフェルディアにこもると思いますか？迎撃するに決まっているわ。フェルディアは簡単には落ちないでしょうけれど、大軍で包囲して補給線を断ってしまえば、いつかは必ず陥落する。それよりは野戦での対象にかけるはずよ。タルティン平原でのね。千年以上前に聖者と嘘吹くセイロスが解放王ネメシスを撃って逆転勝利したの。そして400年ほど前に勇者ルーグが時の皇帝を撃って王国の建国に至ったの。その再現を狙うんじゃないかしら。やはり帝国軍は強兵といえど、個々の強さではセイロス騎士団の精鋭に。王国軍も無礼だったけ直属のこの絵たちは他の兵に追随を許さない。となれば戦場にてエーデルガルト様を撃つ。ヒューベルト、私に戦場に立つなと言いたげね。無論です、狙われているのは陛下なのですから。けれどあなたならこういう時に私が絶対に引かないと分かっているわよね。それも無論です。なのでこの先も白き者や実血の子孫、彼らを打ち破れる力があるのはその一人である私が前線に立たないわけにはいかない。先生、人ごとのように見ているけれど、あなたもその一人なのよ。皇帝である私は当然としても、あなただって死んでは困るんだから、最後まで共に生き残るわよ。いい？